坂井敏彦は、日本の社会主義者、思想家、歴史家、著述家、小説家。号は古戦、別名は、海塚四部六。没落氏族の三男として、武前国中津群長井手長大阪村松坂に、生まれる。豊津中学校を主席で卒業。上京後、進学予備校であった、教立学校にて、受験英語を学び、第一高等中学校を入学。 学費対応により地公から除籍処分を受けた後、大阪や福岡で新聞記者や教員として務めながら文学の世界で身を立てるべく小説の執筆を始める。その後、東京の末松県庁に招かれて東京に設けられた元 CA 編集所で傍聴回転誌の編纂に従事し、同僚の山地愛山らと信仰を深める。その後、 一万長方の記者として活躍し、社会改良を主張する論説や、原文一致体の普及を図る一方で、社主の黒岩る以降、同僚の内村勘蔵、高徳周水らと理想団を結成。この時期に、社会主義思想に共鳴し、非戦論を唱える。しかし、一万長方は、日露戦争に際し主戦論に、路線転換したため、内村、高徳と共に退社。 平民社を開業して、週刊、平民新聞を、発行、非戦論、社会主義の運動を開始する。週刊、平民新聞第53号二公徳との協約で、共産党宣言を翻訳して掲載した。これは、サミュエル・ムーア役の英語役からの重役であったが、日本における最初の共産党宣言の翻訳であった。明治十八年に、社会主義機関士、 直言に、エスペラントに関する記事を掲載。その後、明治39年に発足した、日本エスペラント協会の評議員に就任した。同年に日本社会党を結成して評議員、幹事となり、日本の社会主義運動の指導者として、活躍を始める。明治41年の赤旗事件により2年の10禁庫刑を受け、その入国中に、大逆事件が起こるが、 獄中にいたため連座を免れて出国。社会主義の、いわゆる、冬の時代は、売文社を設立して雑誌、ヘチマの花、ついでその後継誌、新社会の編集、発行をはじめとする事業を行って、生活の糧とするとともに、全国の社会主義者との連絡を維持した。大正7年の黎明会の立ち上げに関わり、親しくした高畠元行とともに、 黎明会のライバル労組会の会員でもあった。大正9年には日本社会主義同盟が結成されるが翌年に禁止されてしまう。大正11年、日本共産党の結成に山川人志、荒畑寛村らと共に参加するものの、山川らに同調して共産党を離脱後に老農派に組みする。その後、東京無産党を結成して活動を続け、 昭和4年に東京市会議員に当選した。この間に数多くの翻訳を通じて欧米の社会主義思想、社会運動やロシア革命の動向、ユートピア文学をはじめとする西洋文学の紹介に努めた。昭和6年2月11日、福岡県行橋町の左官製米所で寺子屋敷農民学校を開校した。12月、脳出血で倒れ。 以後は療養生活に入った。翌年7月、病状が悪化し、時に凶暴となったため、青山農病院に入院、翌月退院。昭和8年1月、妖体が悪化し工事町の自宅で死去。改名は、枯川安俊彦起動孤児。婦人運動家で、社会大衆婦人同盟書記長、婦人有権者同盟会長を歴任した、近藤曲柄は長女。ありがとうございます。